後悔が無駄に深く長いです。こういう状態って何が原因なのでしょうか？病名がどうとかっていうよりは、基本的に状態にある方に多いかなという気はしますけれどもね。不安を感じることができるっていうのは基本的に大型の霊長類で、ひょっとしたら人間ぐらいしか人間レベルの不安を感じることができる生物はいないんじゃないかっていうことをおっしゃってましたよね。ありえそうもないことを想像する能力っていうね。これってやっぱりその人間の特権みたいな。先日娘の部屋から娘が自分自身へ書いた手紙が出てきました。手紙を見つけちゃったことは言わん方がいいですよね。これはね。やるんだったら今までよりもそうですね、プラス 0.5 点ぐらい明るさをプラスしましょうかね。根掘り葉掘りは良くないとは思うんですけど、お嬢さんが何かをお話しし始めてくれた時には、なるべくご自分の意見は脇に置いて、ふー、そうなんや。休職中ですが、年末の忘年会で友人に抑うつ状態であることは話した方が良いでしょうか？また、飲酒は控えなければならないでしょうか？まず後半の方からいきますね。精神科的な治療をしてらっしゃるのであれば、可能な限り飲酒は控えた方が良いと思います。お酒そのものは基本的にはまあ睡眠薬みたいなもんなんですけど、同時に気分変動をですね、飲んでる時にはハイにさせ、切れてくると鬱にさせるっていうまあ明確な作用がある物質なので、気分的にはおかしくさせる可能性が高いです。なおかつ精神科的な治療薬の中でお酒との併用を強要しているお薬というのは一切存在しません。何一つとしてありません。基本的にはお酒は飲まないというのが精神科的な治療をされているというのでは基本です。どうしても付き合いがあるんだとしたら、そこは最初の乾杯だけをやって、あとはもう基本的にはノンアルコール飲料にしとくと。すまんねえ、医者から止められててなあ、肝臓悪いらしいねん。で、抑うつ状態について言いたくないのであれば言っとくっていうのもありかなとは思います。忘年会というのは規模にもよると思いますし、お友達との距離感というところにもあると思うんです。ね、何十人も置いてる忘年会ではあんまりわざわざ言わない方が僕は良いかなっていうふうにはちょっと思っていますね。何十人というふうな中には親しい人もいればそうでない人もいますから、ご自分の想定してたのとはあまりにも違ったような反応が起こることもあるかなっていう気がするので、大人数、具体的には多分ね、4、5人以上の規模の忘年会だったらあんまり精神的な状態について言い過ぎない方がいいかなと思ってます。2、3人ぐらいでやる、最大4人ぐらいの忘年会で気の置けない仲間ばかりなんだとしたら、自分のことをよく理解してくれてる相手で言った方が気持ちが安らぐっていうふうに思えるのであれば、それはそれでポロッと言っておくっていうのはありかもしれませんけどね。ありかもしれませんけど、別になしでも良いかもしれません。ね、どちらかといえば、酒が入りうる可能性がある場で、メンタルの話をするときというのは、やっぱりいろいろあるんですけど、予想外の反応が返ってくる可能性が結構あるので、シラフの時だったら優しい人っていうのが、ちょっとそうじゃない反応を返しちゃうっていうのがね、なくはないんですよ。なので忘年会みたいなバーっていうのはちょっとだけ慎重にはなった方がいいかなっていう気がします。はい、ありがとうございます。複雑性 PTSD で先週の金曜日から小学校の学習支援員の仕事を始めました。おー、すごい。学校の先生がスムーズに授業を進められるように様々なサポートをする仕事です。冬の灯油代にこと書いて始めましたが、主婦であり、学生でもあり、まだ2日しか働いていないのに枯れ切ってしまいました。まだ自分に自信を持てないのと、人が怖いのとで、子供たちの前で堂々とできなくて、どうしたらいいでしょうか？何か助言をくださいませと。はい、ありがとうございます。堂々としなくていいんじゃないですか？一番こういうので足かせになることが多いのは、平気なように見せないといけないとか、頼りがいがあるように見せないといけないとか、そんな風に思えば思うほど挙動不審になることが多いので、怒られるかもしれませんけど、今の段階では子供と遊ぶっていう、そういうことをやりに行く、そんな感じでやっていかはるといいかなっていうのと、これ大事なことかなと思いついたんで言うんですど、何をしに行ってるのかっていうことがすごく大事なんです。これ忘れることがありますね。何をしに行ってるのかというと、その場で困ってる人を助ける仕事をしてるんですよね。困ってる人とか、助けてほしい人をサポートしに行くわけですよ。何が重要かというと、実を言うと、ひどい話を言いますね。姫りんごさんの状態が大事なんじゃないんですよ。何が大事かというと、姫りんごさんの周りにいる人たちの状態が大事なんですよ。不安だったり自分に自信がなかったり、堂々としないといけないっていう気持ちって何をしてるのかというと、こうじゃなくてこうなんですよね。自分を向いちゃってるんですよ。自分が今どうなのかっていうことに意識が集中してしまっていて、本当に何をしに行ってるかというと、先生が今困ってないかな、あの子って困ってないかな、この子ってどんな状態かなってきちんと観察すること自体が大事なんです。何をしに行ってるのかを思い出せば、自分がどう見えてるかとか、自分がどんな状態かに着目するんじゃなくて、先生今何言ってたっけ？あ、この子ってなんか困ってないだろうかっていうのを順番にずっと見ていって、困ってそうな人とか子供たちがいたらそこを助けていくという、やるべきことって何だったっけって思い出すようにするっていうことが結構大事なんじゃないかなというふうに思いますね。自分ではなく周りの人を観察する。ということがおすすめかなと思います。はい、ありがとうございます。初見雅彦の動画。糖状態の時は、やたらと浪費したりすると聞きますが、私の場合、買えばよかったと後悔することが多いです。決断を間違えることが人生で多いからか、後悔が無駄に深く長いです。ものすごくしょうもないことですが、こういう状態って何が原因なのでしょうか？双極性障害でということなんですかね。そう状態にあると、身が大きくなって浪費をすることっていうのもあるんですけど、浪費しない方もおられなくはないですよね。後悔ですか。後悔が強い方というのは、病名がどうとかっていうよりは、決断できずに後から後悔する感じの方っていうのは、やっぱり大体基本的に不安が強いっていう状態にある方に多いかなという気はしますけれどもね。購入するしないっていう決断が、購入した時のああでもないこうでもないっていう心配とかで頭がいっぱいになっちゃって、実際に行動に移れないという、頭の中であれこれと考えてしまう、結果を考えてしまうために行動に移せずに、いやー買っといたらよかったなーっていう風になっちゃうのは、基本的に行動の結果が怖いという不安が強い方かなという気はします。不安という状態像っていうのは状態像なんで、この病気だけで起こるというわけではないですよね。この間精神神経学会のね、不安っていうセッションで見てたんですけど、そこで岐阜大学の塩入先生っていうね、不安の大家の先生がおっしゃられてたんですけど、不安っていうのは不安障害っていう病気でもちろん起こるけれども、ありとあらゆるメンタル的な疾患でも起こるし、身体的な病気によっても結構起こるよってね、そういうふうにおっしゃってましたね。病名が何かとかね、どういう状態でなってるかっていうのは、これ人それぞれかなとは思いますが、多分不安によるものである可能性が高いかなという気はしますけどね。その時にでもね、塩入先生のお話聞いてて、面白いなと思ったのは、不安を感じることができるっていうのは、基本的に大型の霊長類で、場合によってはひょっとしたら人間ぐらいしか、人間レベルの不安を感じることができる生物はいないんじゃないかっていうことをおっしゃっておっしゃってましたよね。ありえそうもないことを想像する能力っていうね、これってやっぱり人間の特権みたいなんですよね。ありえそうもないことっていうのは何かというと、虚構を作ることができるっていうね、物語を作ることができるっていうのはやっぱり人間ならではだというふうに言われていて、僕たちがすごく不安を強く感じるというのは、何か行動をした結果としてその後に起こる良くない物語を想像することができるっていう、それが大きなポイントになってるというか、条件になってることが多いんじゃないかと。その物語を作るだけの未来予測というか、その虚構をでっち上げることができるっていうのは、人間ぐらいに前頭葉が発達しているような生き物じゃないとなかなか難しくて、ひょっとしたらこれってほぼほぼ人間と遺伝子的にはイコールであるチンパンジーでさえ、こういう虚構を作る能力っていうのはないので、チンパンジーにもやはり人間のような不安の感じ方っていうのはできないんじゃないだろうかというふうに想定はされてるというお話でしたね。深いね。はい。初見雅彦の動画。先日娘の部屋から娘が自分自身へ書いた手紙が出てきました。起きましたか？学校に行きたくないですよね。でも、いじめられているわけではないし、命が落とすわけでもありません。私のせいでおばあちゃんは変形脱毛症になりました。直すためにも学校へ行きましょう。学校でのキャラクターを少し変えましょう。演じましょう。きっとうまくいきます。という手紙です。娘にどう対応していけばいいかアドバイスをいただけないでしょうか。まあ、手紙を見つけちゃったことは言わん方がいいですよね。これはね、今この時点ではね。基本、そんなにガラッと接し方を変える必要はないでしょうね。どうでもいいような日常的なおはようとかおやすみとかご飯美味しかったとかよう寝れたかとかですね。そんな話を適当にしときはるっていうのは今まで通り大事です。やるんだったら今までよりもそうですね、プラス 0.5 点ぐらい明るさをプラスしましょうかね。今がめっちゃテンション高いんだったらむしろ逆に下げた方がいいかもしれませんけど、娘さんのテンションプラス1点から 0.5 点ぐらいのテンションで接してあげるっていうのはすごくいいことかなと。根掘り葉掘りは良くないとは思うんですけど、お嬢さんが何かをお話しし始めてくれた時には、なるべくご自分の意見は脇に置いて、へー、へー、そうなんや、そうなんやって聞いてみるっていうのは良いことかなと思います。相槌を上手になるってことですね。一般的にはこれも娘さんの喋るペースのワンランクぐらい、ゆっくりめぐらいで話を聞き始めて、今日が乗ってきたらプラス1点ぐらい、こちらの方もペースを上げて引き出すっていうよね。へえ。へえ、あ、そうなんや、ほんでっていう感じですね。最初はゆっくり聞き始めて、だんだんこう上げていくっていうような形で聞いてあげるっていうのはいいかもしれません。重要なポイントはね、今みたいな話ですね。まあ、そうやな、まあ、起きたんよね。で、学校は行きたくないんやんか。でもな、いじめてるわけじゃないしさ、学校行ってからって言って、別に命を落とすわけでもないやんか。私のせいでおばあちゃんも円形脱毛症になっちゃったしな。おばあちゃんを治してあげても学校行った方がいいんかな。学校でのキャラクター演じた方がいいんかな。まあ、きっとそしたらうまくいくよね。っていうのを、そうなんや、へえ、へえ。まあ、たまに合いの手で、ああ、そんなこと考えてたのね。そうなんや。どんなキャラクターを演じるの？そう、そっか。考えたよね。そうか、そうか。考えたと思うよね。まあ、それはそれとして、でもそれって疲れへんとかね。まあ、こんな感じで、思ってることはちょっといろいろ聞いてみるっていうのはいいことかなと思います。なるべく、このことについてお話ししてくれるまでは待ちましょう。お話ししてくれたら、この考えを思いっきり修正しようとするんじゃなくて、一回語り尽くさせてみるっていうのは大事じゃないかなと思いますね。この手紙の続きを私が書き換えるんじゃなくて、本人に最後まで言葉で書かせてみるというやり方をしてみるっていうのはちょっとおすすめかもしれませんね。うまく乗せていきながらですよ。途中で止まっちゃったらそれ以上突っ込む必要はありません。はい、こんな感じです。